アメリカ海兵隊と陸上自衛隊を主とする合同軍事演習、アイアンフィスト23が、九州から沖縄の複数の場所で実施。今回は、アイアンフィスト23の内容を詳しく見ていきますね。アメリカ本土での開催が、日本で開催、もしや日米本気に。強襲揚陸艦に、F-35B 艦載したままでの入港も、本気度が見える。2023年2月16日から翌3月12日までのおよそ4週間にわたって、九州及び沖縄の各地において、アメリカ海兵隊と日本の陸上自衛隊の各部隊が主に参加する合同軍事演習、アイアンフィスト23が行われ、日本での開催は今回が初である。アメリカ海兵隊と陸上自衛隊による合同軍事演習であるアイアンフィストは、2005年を皮切りに、従来まで、ハアメリカ本土のカリフォルニア州を舞台に実施されてきたが、日本の南西諸島防衛強化の必要性から、今回を迎えた模様だ。今回のアイアンフィスト23には、アメリカ海兵隊からは、沖縄に駐留を行っている第31海兵機動展開隊を中心に約900名、陸上自衛隊からは、長崎の佐世保に駐屯する水陸機動団を中心に、約800名の参加が予定されている。加えて、合同軍事演習を行う場所としては、熊本県の公有春分田室地や、大分県の比重大演習場、鹿児島県の徳之島、及び、喜界島、そして、沖縄県の金武町の、ブルービーチ訓練場やで、砂島の爆撃場など、複数箇所での実施が見込まれている。参加を予定している中心の部隊が、アメリカ海兵隊や陸上自衛隊の水陸機動団であることからも、その意図が伺えるように、今回のアイアンフィスト23では、南西諸島の島嶼部を想定し、それを奪還する水陸両用作戦の実施を念頭に置いている。昨年2022年に、アメリカ本土のカリフォルニア州にて実施されたアイアンフィスト22では、水陸両用車両を用いた上陸演習、無人航空機を用いた偵察、監視活動、夜間の戦闘等も、実施メニューの中に盛り込まれていたとされる。今回のアイアンフィスト23においても、陸上自衛隊側からは、回転翼の輸送機である CH-47 や、水陸両用の戦闘車両の AAV-7、そして、海上自衛隊からも、輸送艦、及び、大型揚陸艇の L 脚などが、上陸作戦の演習を行う予定となっている。AAV-7 は、アメリカの軍用車両製造企業である、FMC コーポレーション社が開発を手掛けた水陸両用の装甲兵員輸送車であり、今はイギリスの BAE システムズ社の傘下であり、アメリカ海兵隊では通称アトムラックと呼ばれている車両だ。 AAV-7 の開発は古く1960年代後半にまで遡り、アメリカ海兵隊が採用したのも1970年のことで、実に半世紀以上前であり、実戦には、中東での湾岸戦争やイラク戦争に投入されたが、水陸両用車両としてではなく、装甲兵員輸送車や歩兵戦闘車の役割が主だった。AAV-7 は、全長が 8.161 メートル、全幅が 3.269 メートル、全高が 3.315 メートル、重量が 25.65 トンで、乗員数は3名。これに、通常装備の兵をおよそ25名収容するキャパシティを持ち、貨物ならば、4.5 トン分の積載が可能となっている。機関部には、2ストロークもしくは4ストロークのターボディーゼルのエンジンを搭載し、陸上の静止であれば、時速 72km、水上も、時速 13km の速度を発揮するが、走行は、7.4 から 44.5mm と、決して厚くはない車両だ。AAV-7 は、主兵装も、
12.7 ミリの50口径 M20 機関銃や40ミリの MK19 自動着弾銃を装備する程度であり、あくまで水陸両用の上陸作戦等に使用できる車両と考えるべきで、攻撃力や防御力に重点を置いた車両でないことは認識しておくべきである。日本の陸上自衛隊では、試験的に、まず、6両の AAV-7 を挿入した後に、2014年度からの26機の中期防衛力整備計画において、52両を調達しており、都合合計で58両を保有し、一部を除き、2018年に創設された水陸機動団の専用車両として運用されている。水陸機動団としては、他に適当な水陸両用車両の候補がなかったこともあって、この AAV-7 の調達を実施したが、アメリカ海兵隊では、2018年6月に、BAE システムズ社の ACV-1.1 を後継車両として採用することを決定した状況となっている。今回のアイアンフィスト23の開催に際して、2月18日に、大分県の比重台演習場で行われた合同軍事演習に関しては、一部が報道各社に公開される形式で実施され、同演習場を南西諸島の離島と見さした形で進行された。本来は、日本側、アメリカ側ともに、ティルトローターの輸送機である V-22 オスプレイを使用し、陸上自衛隊の水陸機動団やアメリカ海兵隊の兵員を空輸し、アメリカ側からの補給を日本側が受ける内容等が予定されていたという。しかし、今回は悪天候に見舞われたこともあり、アメリカ側の V-22 オスプレイの投入が中心の稼働となり、その模様が集まった報道各社のには、公開されるに止まる形で、陸上自衛隊側の同機の稼働はお預けとされた状態となった。比重台演習場における訓練では、ロシア・ウクライナ戦争において、一躍、その名を世界に知らしめた、歩兵傾向型の対戦車ミサイル、FGM-148 ジャベリンの実弾発射も予定されているといい、実戦的な内容が伝わってくる。また、沖縄のキャンプ・ハンセンにおいては、今回のアイアンフィスト23の中で、回転翼を使用した、兵員の投射であるヘリボーンの実施も見込まれており、かなり具体的な手段での離島奪還のシナリオが訓練されると考えられている。昨年の2022年には、8月から9月にかけての期間に、鹿児島県の奄美大島では、陸上自衛隊とアメリカ陸軍の合同軍事演習であるオリエントシールや、次いで、11月には、奄美大島や徳之島で、キーンソードなど大型の訓練が相次いで行われている。近年、これだけ九州から沖縄にかけての地域で日本とアメリカとの合同軍事演習が実施されている背景には、もちろん中国による尖閣諸島をはじめとする南西諸島への軍事的な圧力が日増しに増加してきていることが大きいだろう。ことに、昨年2022年8月、当時のアメリカのペロシ下院議長が台湾訪問を行った後には、中国は台湾を海上封鎖するかのような形で大規模な軍事演習を敢行し、そこで発射された弾道弾の一部は、波照間島の近海に落下すると、脅威の度合いが高まっている。また、ここ最近では、アメリカやカナダに飛来した中国の気球が、大きな話題を集めたことも、記憶に新しいが、そうした手段を中国側は常習化させていたことも、徐々に明らかになりつつあり、日本とは、行動規範や価値観が相入れないことは明白だ。今回のアイアンフィスト23においては、最も、大型の装備としては、長崎県の佐世保を母港とするアメリカ級強襲揚陸艦の一番艦、アメリカが参加すると見込まれているが、
いずれは日本もこうした艦艇を保有する必要が生じるだろう。アメリカ級強襲揚陸艦は満載排水量が 45,693 トン、全長が 257.0 メートル、最大幅が 32.0 メートルの艦体を持ち、大型の揚陸艇エル脚を2隻完備のウェルドック内に収容可能で、全通式の飛行甲板からは各種の航空機の運用が可能である。航空機の運用能力についてアメリカ級強襲揚陸艦は、通常時であれば V-22 オスプレイを12機、各種の回転翼機を11機、 AV-8B ハリアーや F-35 ライトニング 2B 型等の固定翼機を6機ほど搭載することが可能だとされている。これを F-35 ライトニング 2B 型のみの搭載に特化し、軽空母の代わりとして運用する場合には、同機を最大で20機ほどは収容することが可能で、飛行甲板上への露天駐機を行えば、さらに艦載機数を増加させられる。海上自衛隊では、ヘリコプター搭載護衛艦のいずも、型2隻を航空母艦化する改修を、現在進行形で実施している最中だが、アメリカ級強襲揚陸艦ほどの排水量とするのかは、派別としても、空と海の両面からの揚陸能力を完備した艦艇は、今後は必須となるだろう。